ヤングボーイネバー、ブロークアゲイン、1999年10月20日帯は、アメリカ合衆国、ルイジアナ・州バトン・ルージュ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。略称は、NBA ヤングボーイ、または、単に、ヤングボーイと呼ばれている。二千十五年から二千十七年にかけて八本のミックステープを自主リリースし、二千十七年後半に、 アトランティックレコードと契約する。2018年、デビューアルバム、アンティルデス、コールマイネームをリリースし、全米7位を記録。2019年のミックステープ、A.I. Young Boy には、ベイビルボード200で、初の1位を記録した。2020年に、多数のミックステープをリリースしたほか、2作目のアルバム、トップをリリースし、全米1位を記録している。 ライブでのヤングボーイ1999年10月20日、ヤングボーイネバー、ブロークアゲインこと、ケントレルゴールデンは、ルイジアナ州バトンルージュで生まれた。父親が55年の刑期を宣告されていたため、母方の祖母に主に育てられた。中学3年生で中退し、音楽のキャリアに進もうとしていたが、強盗で逮捕され、ルイジアナ州、タルーラの拘置所に送られた。 高知署から釈放された後、祖母が心不全で亡くなり、友人でバトンルージュのラッパー仲間である n b a サン・スリーと同居することになった。二人は、その後、犯罪で稼いだ金を利用して、スタジオを使っていた。ヤングボーイは14歳の時に、ウォルマートで買ったマイクを使って、音楽のプロデュースを始めた。2015年に、初のミックステープ、Life Before Fame をリリース。 その後、マインドオブ、エーメナス、マインドオブ、エーメナスに、ビゴー、アイゴーなどのミックステープを次々と発表した。2016年10月に発表したミックステープ38ベビーはバトンルージュのシーンで注目を集める。2017年8月3日、ミックステープ AI Young Boy をリリースし、ベイビルボード200で24位を記録した。2018年1月、 デビューアルバム、アンティルです。コールマイネームを、アトランティックレコードから、リリース、全米7位を記録する。2019年10月11日、ミックステープ、A.I. Young Boy 2をリリースし、ベイビルボード200で、初の1位を記録した。2020年2月21日、ミックステープ、スティルフレクシン、スティルステッピンをリリースし、全米2位を記録する。4月24日、 ミックステープ38ベビー2をリリースし、全米1位を記録した。9月11日には2作目のアルバムトップをリリースし、全米1位を記録する。11月13日、ミックステープアンティルアイリターンをリリースした。ヤングボーイには4人の息子と1人の娘の5人の子供がいる。息子のケイデンとケイシーの2人は楽曲ケイシートークの ミュージックビデオに出演している。2016年11月、テキサス州オースティンでのコンサート前に、サウスバトンルージュ通りで車から飛び降りて発砲したとして、アメリカ連邦保安官に逮捕された。ヤングボーイは2件の殺人未遂の罪で起訴され、2016年12月から2017年8月まで、第一級殺人未遂の罪で刑務所に収監されていた。 1> 第1級殺人未遂の2つの疎因に対し、ヤングボーイは銃器を使った過重暴行の罪を軽減するために有罪を認めた。2017年8月23日、ヤングボーイは執行猶予10年の禁錮刑と3年間の執行猶予を言い渡された。2018年2月25日、タラハシーのナイトクラブザムーンで行われたコンサートの前に逮捕された。 逮捕直後に流出したホテルの監視映像には、ヤングボーイが何者かに暴行を加えている様子が映っていた。3月15日、7万5000ドルの保釈金で出所した。ヤングボーイはマイアミでガールフレンドと共に銃撃事件に巻き込まれ、執行猶予中の保護観察違反となり3ヶ月間の習慣となった。2019年12月13日、 裁判官は2件の殺人未遂の罪での保護観察を正式に打ち切った。2020年9月28日、バトンルージュで薬物の流通と製造、盗品銃器の所持など容疑で16人が逮捕され、そのうちの1人がヤングボーイはだった。弁護士は逮捕時に銃や麻薬を所持していた形跡はありませんでしたと容疑を否定している。スタジオアルバム、ありがとうございます。